モグサタカしは中華人民共和国、遼寧省信用史出身のシンガーソングライター、女優。現在はニューヨークを拠点に活動中。画家としても活躍している。1969年、中国遼寧省信用史に生まれる。父親は国家交渉に勤める技師二コを弾くなど音楽的才能にあふれた人物であるという。母親は、 満州民族出身の氷劇の女優。三人姉妹の長女である。生まれ育った町の名前は、縁故街で、これは後に、自身のアルバムのタイトルにも用いられる。幼児より歌声を評価され、歌手になることを志す。中学卒業後、氷劇の専門学校である、新洋芸術専科学校に入学し、声楽を学ぶ。卒業後は、新洋歌劇団で活躍した。 17歳の時に北京に出て東方歌劇団に入る。財団中にモグサ生命義で歌手活動を開始。オムニバスアルバム回転壁時に参加し、新天祐という楽曲で独特のファルセットを用いた歌声を収めている。その後、上海、甲州などに移り住みながら歌手活動を続ける。甲州時代にはテレビドラマ、ジョーマに出演し、 女優としても本格的に活動を開始した。1990年、北京の中央儀劇学院に入学し、演技と劇作法を学ぶ。在学中に、香港映画、ファイブガールズアロープに出演。その際、5人の主人公のうち4人が台湾人女優で、モグサ、タカシノウが中国大陸出身であったため、台湾での公開を危ぶまれたことがある。 1992年、アルバム、割れてき1997で、プロデビュー。同アルバムは、中国本土、台湾、香港で、約50万枚を売り上げる。表題作は、中国人が初めて1997年の、香港返還について歌った曲として中国及び、香港で話題になった。 この頃にギターを習得し、以降はギターを手に歌うスタイルが一般となる。1993年、フジテレビ系の深夜番組、アジア N ビートに出演。日本での知名度を上げる。同年にはドイツで行われた、国際音楽祭に中国代表として出演している。1994年8月、クラブアジアという合同コンサートで、ザブーン。 ディック・リーラと共に、日本武道館のステージを踏み、日本で初めて生の歌声を披露する。同じ催しは、名古屋城深い丸広場でも行われた。同年9月、未来中国への熱気思い加藤時子コンサートで、加藤時子と東京、五反田の U ポートにて共演。この年の秋には、国立京都国際会館で行われた、アジアミュージックフェスティバルに出演し、 中国を代表するロック歌手の再建と日本での共演を果たしている。同年11月にもエビスガーデンプレイスで行われたアジアミュージックフェスティバルイン東京94で歌声を披露した。この年には日本のソニーミュージックと契約し日本版の CD も発売されるようになる。ファーストアルバムの私の1997は 外国語 CD94 年度年間売り上げ1位に輝いた。1995年4月、東京、新宿の日清パワーステーションで来日ソロ公演を行う。同年9月には、クラブアジア95で、ザブルーン、サイケン、ディックリーともに再び、日本武道館のステージを踏んでいる。この年には、同じ信用生まれの指揮者である。 小沢誠二との共演も果たした。8月には NHK のときめき夢サウンドでようこそ、もぐさたかしというもぐさ系メインの会が組まれ放送されている。1996年にアメリカに語学留学。以後、アメリカでの活動が増えるようになる。2000年にも来日し、大阪と東京でソロ公演を行った。それまでトークは、 北京語で行っていたが、この時は、トークは、前編、英語を用いている。ザブンの宮沢和文と進行があり、ザブンの代表作、島唄を、北京語でカバーしている。日本人歌手の作品では、加藤時子の、川は流れる、久保田咲の、異邦人も北京語でカバーしている。ありがとうございます。